レッツリレーフトモハルキとカイトです。冬といえばメルティーキス、降る雪が全部メルティーキスならよくねえ、バカだ。いいのにな。冬といえばですね、マクドナルドドナルドの三角チョコパイだと思います。どうせね、全国の高校生はね、チョコパイが出たから食べに行くんだよって言ってね、わちゃ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 しながらね、最寄り駅とかのマックにね行ってね、ギャーギャー騒ぐわけですよ。彼女とことさ、黒と白買ってさ、半分ずつ食べようよとか言ってイチャイチャしてるわけですよ。そんなことない、死んでしまえー、爆発しろー。みっともないですね。というわけでですね、まあ、ただ食べるとか、ただ大食いするとかは面白くないって毎回言ってるじゃないですか。そしたら某木下優香さんのこと全否定したなって言われて、というわけでですね、まあ、この100円ショップのタッパーがあるということは見覚えがある方もいるかと思います。5万人記念の時にやったプリン5万回振ってみたシリーズでございます。三角チョコパイ1万回振ったらうめえよ。1万回振んの？うめえよ。無理。10万人突破したから10万回振るんじゃないんかいって思ったそこのあなた、違います。10万回は無理です。プリン無理だよ。プリン黒2個と白2個買ってきたんで、まあ白1個振って黒1個振って混ぜて振るミックスを作りたいと思います。今回は三角チョコパイ1万回振ったらうまいんじゃねです。自由にやっていこう。よし、いざ参る。ちょっとカウンターを用意したんでね、100で1回押していけばいいかな。じゃあ早速振っていきたいと思います。しゃあ、多分中のチョコを出さないと丸そのまとまんないから、まず思いっきりだな、もうパイの壁を崩さなきゃいけない。よーい、始め。500回言ったけどもう腕つかない。待って、やばい、腕伸ばしたら痛い。まあまあ白も黒も今のところ変わってないね。うん、え、ねえ、チョコパイってチョコトロトロのやつじゃないの？おお。喋るんだこいつ。2000回、1000回振るとね、ちょっとまとまりが良くなってくる。煙をつかむような話を笑うような盾に組むべきは君じゃなくてこの世界、もう忘れて今日はここまで。でもできない僕には感情制御、本当は結局何でもないよって張りかむ君を話したくない。今日はここまで、でもできない僕には感情制限、本当は結局なんでもないよって誰かも君を話したくない。 It's sunny day, it's ready。 よっしゃ、なんだかんだ8500回まで振りましたよ。俺は疲れたよ。なぜ一緒に迎えようよ、最後の瞬間は。
やだ、待っててよ90回で。やだ、やだ。え、違う、結果見ていきますか。おい、携帯なんかいじってないで。おう、見るぞ、確認するぞ。硬いんだけど。ははは、ちょっと待って、開けてみ。あ、来た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 。ねえ、つまんな、お前の反応。マジ、じゃん、気持ち悪い。キモ、何？マジで気持ち悪い。マジでキモいじゃん。マジでキモいじゃん。マジでキモいじゃん。何この変な玉みたいになってんの。この玉何？え、キモ。じゃあどう？見てほしい。いくよ。俺が途中残りの、まあ3000回近くかな。振ってたの。これだけ。少ね。もう見てほら。うさぎの糞。こっちまだキモくないけど、こっちクソキモくない？